ホタルイカのホッキ漬け。ちっちゃい頃はホタルイカって嫌いだったんだ。うま、ん、いなるとこれがうまいと思うんだよね。ホタルイカって、うん、波打ち際に身投げするんですよ。で、それを普通に網ですくうの。光ってるからすぐわかるじゃん。うん、面白いよ、ね、これ。イカの剣先のところって、うん、なんか耳のところですか、うん、あれって特別な感じがしませんか、うん、俺あの部分だけね、ちょっとね、こだわりがあってね。そこそこそこ。こういう三角帽子のね。そこそこそこ。大きな体から、これしか取れませんって、ね。うん。ぐっとぐっちゃって。ゲソはゲソで美味しい。うん、で、身は身で美味しい。わたわたで、うん、もあのね、のところはやっぱ違うわけです、うん、あ、じゃあもう大王イカの剣先とかだったら大変だね。たまらん。大王イカったら10メートルぐらいあるんでしょ、うん、あれの剣先って言ったら坂道場ぐらいありますか。そんなにないんじゃないかな